今日の試合は僕らの絶対昇格っていう目標に向けて、勝ちきれなければいけない試合だったので、ここで、点差は云々を置いといてしっかりと、チームで一丸となって、勝ちきれたことがとても良、かったのかなと思います。あのゴールはカウンターから生まれたゴールだったんですけど、11番の滝沢選手から右サイドの深い位置で受けて、でそこでゴール見たときに、キーパーが、だいぶ出てきてたので中に一回切り返して、もう一回キーパーの動き見たときにニアが空いてたので、あとはもうどんな形でもいいから蹴り込もうと思って打ったシュートがゴールにつながったという形です。やっぱりチームとして、今回10点ゴール生むことができたんですけど、もっとゴール前で、押し込んでたときに、取りこぼしてしまったゴールがたくさんあったので、やっぱりそのゴール前の部分でチームとしていかに点を取るとか、ね、相手が後ろで引いてきたときにどういう、目的を持って点を守って自分たちが戦えるのかっていうところをもう一度、チームとして、改めて練習で取り組んでいかなければいけないのかなと思っています。個人のところなんですけど、個人の部分では、そのチームのその課題とリンクするんですけど、やっぱりゴールってところで、ワンゴール今日できましたけど、本当だったらもっと自分も取れてたシーンっていうのはたくさんあるので、やっぱそういったところの一個一個の精度を上げてって、次節またゴールたくさん取れるように、練習から頑張っていきたいなと思います。いつも、大きな声援を送ってくださってありがとうございます。皆さんの、その期待に応えられるように、これからも、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。そんな皆さんに感謝の気持ちを込めて一発いきたいと思います。いきます。バン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 もいっそってことで、またぜひホームに、応援しに来てください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。